こんにちは、ミスターまゆめさん。いつも動画ありがとうございます。YouTube をやっていてすごく嬉しいなと思うのは、やっぱりコメントをいただいたり、それから評価ボタンをね、押していただいたりとかした時ですよね。要するにコミュニケーションが生まれた時だと思うんですよ。やっぱりネットビジネスって一言で言っても本当にね、一人でやる部分が多いんですけども、たくさんの楽しみ方によってモチベーションをずっと維持する方法があるんですよね。それがやっぱり同じ歩みの人たちとやっぱり関わるっていうことだと思うんですよ。で、自分がつまずいたことを共有して解決に向かっていくっていう、このね、連帯感っていうのがすごく貴重なんだと思うんですよ。でも基本は自分でやるんですよ。基本は自分でものすごくやっていかないといけないんですよ。仲間がいるから大丈夫っていうのも一つあるんですけども、それが依存心にならないようにしないといけないんですよね。常に10人の例えば仲間がいたら、自分が10人分やってあげるみたいな気持ちの人が10人集まるとすごいパワーが出るんですけども、自分がやらないことでも自分が分からなくても誰かが解決してくれるだろうって言った瞬間に自分の力つかないのと、あとね、みんながそうなっちゃうんですよ。みんなが同じレベルでとどまってしまうんですよね。だから、あの人はチャンネル登録者数がすごく増えたなっていうふうに素直に評価して、どういうふうにやったんですかって聞いてみるとかね。やっぱりこの私もお話できるんですけども、ただやっぱり私がね、何百何千っていうテンポで上がってきたのと、やっぱりチャンネル登録者数が1とか2とか上がってきた時の歩みっていうのはやっぱ違うんですよね。で、私も最初は本当に1人2人っていう増え方だったんですよ。具体的に言うと、速稼塾のカリキュラムを見逃さないようにチャンネル登録してくださいねっていうふうに最初はお伝えしてたんですよね。今も同じような感じですけど、今はどちらかというと速稼塾と関係ない方もチャンネル登録してくださって、8500っていう数字ができてるんですよね。で、速稼塾の塾生さんとか私のヘビーな視聴者さんって全体で1000人ですから、そう思うと7500人の方が塾とは関係ないと、私の動画の気に入ったのがあるから、まあとりあえず登録しとこうかって方が大半だってことが分かるんですよね。で、そういうような形で、チャンネル登録者数がなんで増えるかっていうことは、そのフェーズごとに違うんですよね。1から100までの人数も違うし、100から1000も違うし、1000から1万までも違うんですよ。それぞれ違うフェーズで考えないといけない、行動しないといけないことがあります。今私はね、かなり多くのテーマで発信しています。皆さんもお分かりだと思いますけども、個人のやり取りもしてます。で、一つは個人のやり取りをすると、やり取りをした相手は必ずチャンネル登録するだろうというね、そういう目論見もあって、やっぱりこう誰かを取り上げて2人で動画のやり取りしていきましょうっていう流れを作っていくんですよ。同時にチャンネル登録の数が私は大体多いですから、私と動画のやり取りを したいっていうね、ニーズもあると思うんですよ。で、私の動画を見るついでに自分の動画、久保さんの動画を見るついでに私も対話してる私の動画を見ていただけるっていうふうな目論見もちゃんと利用していただきたいですし、それがたまたま先に私が媒体を持ったもんだから、みんなのものですよと、この私の媒体をみんなで使ってくださいねっていうことの意味なんですよ。やっぱり今ね、IKKO さんとかが自閉症のテーマで語ってくださってますよね。で、私は自閉症のテーマをそんなにたくさんは語れないんですよ。私ができるのは体験ではなくて学習のレベルなんで、IKKO さんは学習もしてるし体験もしてるってレベルなんで、やっぱりね、IKKO さんの話をしっかりと聞いてもらった方がいいし、多くの方に届けるために私もこうね、やり取りをする、積極的にしていくってことをやっていくわけですね。そういうような感じで、ミスターまゆめさんもおそらく、誰かの動画のアップロードとかコメントに勇気づけられてやってる部分もあると思いますけども、実はミスターまゆめさんがやってることに勇気づけられて次々とね、動画を上げたりとか私に個別のメッセージを送ってくるみたいなことも始まってるんですよ。要するに私はね、ミスターまゆめさんがタレント性があって動画に向いてるっていうのはこういうことも込みなんですよ。だから本当にその通りに進んでくださって嬉しいなと思いますし、ミスターまゆめさんがそれをね、楽しいと感じてくださってる、そしてもうモチベーション湧きまくるっていうね、本当にそれがベストですよね。私も望んでいた、ミスターまゆめさんも望んでいた、本当にこの速稼塾という、コミュニティに参加してよかったと思ってくれる。で、その先になんです、その先にずっと先に自分の稼ぎってものがやっとあるんですよ。初めてすぐ稼ぎがあるわけじゃないんですよね。だからまずは自分が多くの人に認められるってことを起こさないといけないと。そしてミスターまゆめさんをはじめ他の YouTube をね、やってくださってる方、その方、ミスターまゆめさんが、何人かの方に注目を浴びてるっていうところを見て参加する人が今度ね、出てくるっていう流れなんですよ。だから最初ちっちゃい、このコアなね、ちっちゃくてもコアなこのグループ、コミュニティを作っていくのが大事なんですよ。本当にね、自分のファンって一人でいいんですよ。一人のファンを作ることが、ゆくゆくは10人、100人、1000人になっていきますから、今ね、
あの山根さんとかもね、玉宮さんとかも、高級石焼き芋さんとかもやってますけども、それぞれのいいところを探して、それを自分も活用していくみたいなことでね、力をパワーを発揮していただきたいかなと思います。以上でございます。今日は海老名に来てね、いつも海老名に来るとこうやって宿泊をね用意してくれるんですよ。本当にね、幹事さんありがとうございます。すごい感動します。だから丁寧に使わせてもらいますね。で、今日は1時ぐらいから始まって、前半が終わって後半中村トレーダーがいて、その後ね、懇親会という形になりますけども、本当にね、遠慮せずに、どんな細かいことでも、どんなに自分が恥ずかしいと思っているつまずきでも、ここでオープンにして絶対に解決してもらいたいと思うんですよ。あの FX っていうのはプロのトレーダーがずっと居座ってますからね、遠慮してる暇はないですから。本当にずっとFX を学んでいるっていうことに慣れてしまいますからね。いや、勝つのが目的ですから、儲けるのが目的ですから、そのために私もいますし、中丸トレーダーもいるわけですから、もっともっと活用してもらいたいと思います。もう全然ね、特に FX に関しては中丸トレーダーを大活用してください。以上でございます。では、中丸トレーダー、そして、海老名の皆様、そしてMr.真由美さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。